昔昔あるところに怒りん坊な赤鬼が住んでいました。おいらの自慢は怒りん坊、かっこいいだろう怒りん坊。何、どれが怒りん坊だって？このピッカピカの金棒さ、あっちの子供やこっちの子供、おまけにお母ちゃんたちの怒りん坊もいっぱい集めてプンプンに、いやいやいや、ピッカピカに光らせたとびっきりの怒りん坊なのだ。これを持てば百人力、怒りん坊パワーがみなぎるぜ。ああ、誰かこのパワーをぶつけられるやつはいないかな。すると、おっとだ、いたいた、なんだか今にも泣きべそをかきそうなやつがいるぞ。おいおいおい、おい、青にあい、俺様の怒りん坊を見てみろ。どうだ、強そうだろう。叩かれた青鬼さんは、うわぁ、何もしてないのに叩いたよ。うわぁ、痛いよ。うわぁ、うわぁ、うわぁ、大声で泣き出しました。青鬼が大粒の涙をポトポト流すので、あっという間に涙の池が出来上がりました。すると、赤鬼はたまりません。うわぁ、おいら泳げないんだ、泣くのをやめろ。だって赤鬼さんが怒るから。わかったわかった、もう怒らないから泣きやんでくれ。本当にもう怒りませんか？怒らん怒らん。青鬼は泣きやみました。まったく、なんてやつだ、涙が大粒すぎるんだよ。ポカ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 。すると、また、うわー、青鬼がまた泣き出しました。すると、うわー、泣くのをやめろ。だって赤鬼さんが怒るから。わかったわかった、もう怒らないから泣きやんでくれ。本当にもう怒りませんか？怒らん怒らん。それなら、まったく、なんてやつだ。気がつけば赤鬼の怒りん坊はどこかに流れていってしまいました。あ、オイラの大事な怒りん坊がない、ない、ない。どうしよう。赤鬼が慌てていると、赤鬼さん、そんなに悲しまないでください。これはオイラのうちにあった金棒です。誰も使ったことがないのですが、あなたに差し上げます。そう言って青鬼がその棒を渡すと、赤鬼は大喜び。その棒は一振りすれば元気なリズム、二振りすれば愉快なリズム、楽しい音楽が次々に流れてくる不思議な金棒でした。鬼はすっかり楽しい気分になって、どんどこどんどこピーヒャララ、どんどこどんどこピーヒャララ、たちまち踊り出しました。それを見ていた青鬼もすっかり楽しい気分になって、なんだかなんだかピーヒャララ、どんどこどんどこピーヒャララ、一緒に踊り出しました。それからというもの、青鬼と赤鬼は毎日ニコニコ仲良く暮らしましたとさ。ところで、この棒のお名前は、怒りん坊ならぬ踊りん坊だったそうな。めでたしめでたし、おしまいです。
最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければ動画への高評価、そしてチャンネル登録、よろしくお願いします。